君届けよララララさあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りします。2015年3月26日木曜日、時計の針は9時を回りまして、観光情報番組よみたんラジオ、本日もスタートです。ナビゲーターのあやみです。さあ本日は沖縄県よみたん村、本スタジオ、あごめんなさい、よみたん村 FM よみたんの本スタジオから生放送でお届けいたします。本スタジオはですね、読谷村役場隣文化センター2階にございます。外からは、なかなかラジオステーションと分かりにくいわけなんですけれども、でもぜひ、遊びに来てください。はい、いつでもウェルカムです。スタジオがどんな感じなのかな、どんな場所から放送してるのかななんて気になる方、ぜひ立ち寄っていただければなと思います。こういうふうに、中に入って見学できるっていうのも、本土からいらした方なんかよく言いますけれども、こう、あ沖縄ってなんだかこうラジオが身近ですねなんていうお声をよくいただきます、ね、私たちにとってはとても嬉しい言葉なんですが、ぜひあなたも遠慮なさらず見に来てみてください。さあ沖縄県では昨日から島全部で大きな祭と題しまして、沖縄国際映画祭がスタートいたしました。今週の日曜日29日までとなっていて、おそらくあっという間にね、進んでいくと思いますけれども、無料で映画が見れる、見比べることができる、そしてさらにエンターテインメントの、枠が広がった今回の第7回目の島全部で大きな祭、沖縄国際映画祭、ね、これをお目当てに沖縄に入っている方もいるんじゃないかなと思いますけれども、ぜひ、そこを回る中でね、ここ読谷村までも足を伸ばしていただければなと思います。読谷村は、那覇空港からだと車で約1時間で、国際映画祭が行われている宜野湾からだと、宜野湾市からだともうだいたい25分ぐらい30分もかからないぐらいですね、で、たどり着ける村となっております。国道58号線を通っただだけではわからない島の魅力、村の魅力、ぜひ、この村で感じていただきたいと思います。さあこの後10時までの約1時間となっております。今日も BGM 代わりにどうぞお付き合いください。ナビゲーターはあやみです。
あまずは皆様にドライビングナンバーから1曲をお届けしたいと思います。この曲を聴いたらあ沖縄だななんて感じる方も多いんじゃないでしょうか。本日の読谷ラジオドライビングナンバービギンで国道508号線。いたしました。本日の読谷ラジオドライビングナンバー、県出身アーティストビギンで国道508号線でした。9時10分にちょうどなりました。観光情報番組読谷ラジオ、ここでお天気情報を皆様にお届けいたしましょう。まずは外境からです。本日26日、先島諸島では気圧の谷の影響により曇りで、夜は雨の降るところもあるでしょう。沖縄本島地方と大東島地方では初め曇りますが、高気圧に覆われて次第に晴れるでしょう。明日27日、沖縄本島地方と先島諸島は東シナ海に発生する低気圧の影響で曇りや雨の天気となる見込みです。大東島地方は高気圧に覆われ晴れますが、
気圧の谷の影響で次第に曇る見込みです。沿岸の海域では沖縄本島地方と先島諸島では波が高くなっていますので、海上や海岸付近では高波に十分注意をしてください。大東島地方は波が高いでしょう。さあ、沖縄県中南部北部ともにお天気晴れのち曇りマーク出ております。風は東の風、沿岸の方波が 2.5 メートルのち3メートルとやや高くなっております。降水確率はお昼12時までが 20%、 夕方6時深夜0時にかけて 10% と出ており、日中の最高気温は中南部の方では22度、北部の方では21度となっております。さあ、明日がですねちょっと曇りのち雨マーク出ておりまして、降水確率が明日は午後にかけて、次第に高くなる見込みとなっております。日中の最高気温もですね明日はまた、1度ぐらい上がって、寒いわけではなさそうなんですけれども、はい、ちょっと雨の心配がありますね。ぜひ今日晴れてるうちに行けそうな観光地は今日で、明日は室内なんて、プランを立ててみてはいかがでしょうか。以上、本日のお天気でした。後ろには、県出身アーティスト、シャカリでユイマールの曲を BGM に進めてまいります。さあ、ここで皆様にお知らせです。読谷村にございます沖縄残波岬ロイヤルホテルよりランチビュッフェ会場変更のお知らせです。2階コローネランチビュッフェが4月から東シナ海が一望できる13階のラファールへ変更となります。ちょっとユニークな選べるビュッフェスタイル、4月からはラファールランチへ、皆様のご来店をお待ちしております。以上、沖縄残波岬ロイヤルホテルよりランチビュッフェ会場変更のお知らせでした。さあ、こちらのね、変更に、伴ってというか、リスナーさんからメッセージをねいただきました。ラジオネーム、読みラジネーム MK さんです。まさやさん、おはようございますとねメッセージいただきましたけど、すみません、本日あゆみです。私が読みますけど、まさやさんもね今おそらく聞いてくださってると思います。まさやさん、おはようございます。ラジオネーム MK です。沖縄残波岬ロイヤルホテルのコローネが最上階に移るらしいですね。最上階に移ると眺めも綺麗だし夜景も綺麗だなと感じます。一度行ってみたいと思いますと、 MK さんからメッセージも入っております。ありがとうございます。ぜひね、あの MK さん、また足を運んだ後には読谷ラジオにちょっと感想を聞かせていただきたいです。どんなお料理が楽しめたのか、眺めはどんな感じだったのか、どこまで見えるのかなんてこともね、メッセージでまたお寄せいただければ嬉しく思いますよ。メッセージありがとうございます。もうね、番組始まる前にメッセージを寄せていただいてて嬉しい限りです。さあ、この後も観光情報番組読谷ラジオ CM を挟んでまだまだ続きます。読谷なんでも調査団、そして、音楽も交えながら9時30分明けには読谷村のリゾートホテル、ホテル日光アリビラさんの情報も合わせてお届けしてまいりますので、ぜひ皆様お楽しみに。チャンネルはそのままでよろしくお願いします。
CM 明けて時刻は9時16分、まもなく17分になるところです。お届けしております観光情報番組読谷ラジオ、沖縄県読谷村の、本日は FM 読谷本スタジオから生放送でお届けしております。こちらの番組では皆様からのご意見ご感想メッセージ、旅に関する情報テーマ、読谷村での思い出などなどお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字です。 FM 数字の786アットマークFM 読谷 .co.jp FM 数字の786アットマーク FMYOMITAN.co.jp までお寄せください。 FM 読谷のホームページトップ画面からもメッセージが送れるほか、 Ustream での動画配信も行っております。ぜひ見て聞いて楽しめるラジオも合わせてご活用いただきたいと思います。時刻は9時18分に間もなくなります。ねえねえ、ラジオつけてみて。最近話題の占いコーナーがあるんだって。確かチャンネルは 78.6。 そうそう、これこれ。 Good morning ladies and gentlemen. Today's 占いのコーナーだよ。さあ、本日のラッキープレイスご紹介しよう。本日のラッキープレイス、読谷さん、方向は西だ。そしてラッキーカラーパープル、紫。さあ、今日もみんな素敵な一日過ごしてくれよな。読谷なんでも調査団。さあ、こちらのコーナー、読谷なんでも調査団。ラジオ聞いてる皆様、観光にいらしてるあなたに、読谷村のいろんな表情をお届けいたします。時には歴史、時には自然、時にはお店、時には、人の声などなど、読谷村のいろんな表情を取り上げて皆様にお届けして、読谷村にもっともっと親近感を持って足を運んでいただければというコーナーでございます。さあ、本日はですね、もうすぐ読谷村で、行われる平和に向けたイベント、4月1日にですね、読谷村の、南の方、戸口という地域の、戸口ビーチ、戸口の浜の方で、平和の光が灯される、イベントがございます。こちら4月の1日となっているわけなんですけれども、ね、もう間もなく行われるんです。さあ、そんな戸口の、場所、どういったものがあるのかだとか、文化財も含めながらちょっと私がね、調べに行ってまいりましたので、そちらの、声を、皆様に聞いていただきたいと思います。戸口のね、いろんなことを知るまたきっかけとして聞いてください。
紹介でした。ではでは、村屋跡から私も散策に出かけたいと思います。行ってきます。はい、ということでご紹介いたしました。足を運ぶ場所って私もね、歴史が、詳しいわけではまだまだなくて、本当にこう勉強しながらっていう部分が非常に多いわけなんですけれども、やっぱりこうただ行くのと、その土地のこの歴史だとか、ここでかつて起こったことだとか、ここがどういった場所に指定されているのかっていうのを一つでも知っていくと、なんだかこう見え方、感じ方がぐんと変わりますよね。はい、なので歴史っていう面でも、まあ、読谷村は県内でもね、いろんなこう欠かせない歴史背景がある村となっているので、そういったところからも観光テーマを設けて、いろいろと村内を回るのもいいんじゃないかなと思います。さあ、本日はまもなく行われます4月1日のね、平和の光をね灯す、そういったイベントに向けて、それが行われる戸口の浜がある戸口という地域のね文化財も含めた紹介をお届けいたしました。さあ、ここで CM まで1曲お届けいたしましょう。読谷村出身アーティスト比嘉恵子でティンサグヌ花。一旦 CM を挟みまして、読谷ラジオ続きます。9時30分の CM 明けにホテル日光アリビラインフォメーションをお届けいたします。お楽しみに。
さあどうなりますでしょうか。注目の結びの大一番です。いよいよ制限時間いっぱいです。両者坊ちゃんです。食料は相撲取りです。ちゃんこ鍋より大好きな観光情報番組毎日聞いてます。ごっちゃんです。相撲取りです。シワタネマのカナヘレが気にしております。タキシメリもカナヘレのシワタナのキリキシモレヘレで渡しております。観光情報番組読谷ラジオ CM 明けて時刻は9時31分となりました。続きましてはこちらのコーナー。ホテル日光アリビラインフォメーション。毎週木曜日、観光情報番組読谷ラジオ、この時間はホテル日光アリビラインフォメーションのお時間となります。読谷村にございますリゾートホテル、ホテル日光アリビラ、あなたも訪れたことがありますでしょうか。ヨーロッパのねスペインの雰囲気も、一緒にお楽しみいただけながら、ゆっくりとくつろぎいただける、そんな、海沿いのホテルとなっております。今日もですね、本スタジオの方には、こちらのスタッフ入っていただいております。おはようございます。はい、おはようございます。はい、ホテル日光アリビラの広報担当しております谷継と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。谷継さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりですね。先ほどまでね、私が、座っていた、これなんて言うんでしたっけ、バランスボールか、はい、それをね谷継さんにちょっとバトンタッチして、谷継さんぽよぽよしながら、ぽよぽよおそらくねユーストリームで見てる方はわかると思いますけれども、はい、じゃあ谷継さん、もう今日があっという間に3月で最後のアリビラコーナーとね、はい、やりました、はい、そうですね。また次から新しい年度と新しい月と始まりますね、うん、はい、私明日実は誕生日で、おめでとうございます今日、32歳最後の日と思いながらお、なんと今日、明日が誕生日、3月誕生日27日ですね。27日、あー、なんだかこうその節目ってなんかこう特別な気がしますよね。そうそうそう、心なしか、ね、なんか明日からまた新しい33歳の私が始まるみたいななので今日ちょっと帰りに、はい、宜野湾かな、宜野湾の、スーパー銭湯みたいな、スーパー銭湯、温泉、あ、温泉、はいはい、JA だったっけ、違うかな、なんかどうだろう、はい、お風呂行って、うんうん、サウナ入って、うん、こう毒素を出してこようかなと32歳 の毒素を出して新しくあ、そういう風にする気持ち、すごいわかります、うん、なんか、ね、気持ちがねそうさあね、明日から、32歳になるんですか、33になる、はい、もう谷継さんあまり見えないですね。そうですか、あとからなんかちょうだいって言ったら怖いねはい、ということでね、谷継さんと一緒にお届けしてまいります、はい、谷継さんへのバースデーメッセージもお待ちしてますよさあ谷継さん、はい、3月最後ということで、皆様にぜひもう間もなく、ね、うん、終了しますよっていう何か情報も含めて、はい、ちょっと今日はいくつかご紹介していきたいと思います、はい、まずはそうですね、はい、チュラショコラ、はい、チョコレートのケーキなんですけれども、うん、JAL ホテルズ沖縄県内5ホテルの女性パティシエが作る、はい、チュラショコラというチョコレートケーキが3月31日まで、はい、はい、間もなくです。ね、もう20、あと、あ、そこ1週間もないですね。そうですね、31日火曜日までとなっております、はい、ぜひね、新しい試みで、5ホテル、JAL ホテルズ5ホテルで作り上げた、はいはいはい、ケーキなので、ぜひ、うんうん、お召し上がりいただきたいなと思っております。そうですね、このね、各またホテルがある地域の特産品を合わせた一品となっているんですよね、はい、
ここ読谷村からは、黒糖ですね。はい、はい、黒糖ね、沖縄黒糖さんがねありますけれども、そちらの黒糖を使って、で意外だったのが私この胡椒なんですけれども。そうですね、胡椒は八重山さんですね。はいはいはい、このビバーチでしたっけ、この胡椒の、あ、ヒバーチか、ヒバーチ、ヒバーチ、このね、あのヒバーチという胡椒、お土産ショップなんかにも、うん、この八重山のお土産としてということで、あのその単品で販売されているような商品っていうのを私後から知ってですね、うん、はいはい、それもこのスイーツの中に含まれているということなんです、はい、そうです、あの、はい、ちょっと大人のケーキになっておりまして、はい、青森と、はいはいはい、あとそのピリッとヒバチ、うん、島胡椒なんですけれども、はいはいはい、ヒバチとあとタンカンがとっても良いアクセントになって、そうですね、はい、すごいね、あのとてもボリュームのあるケーキとなっております。こちらはアリビラさんのどちらで購入できるんでしょうか。はい、今一瞬止まりましたね、はいはい、ラフンジアリアカラです、ラフンジアリアカラさん入り口入ってね、すぐあの左斜め前にも進んでいただければそのねラウンジがありますよね。はい、はい、あのそのラウンジの中で食べることもできます。はい、あの店内でも召し上がりいただけますし、はいはい、あのテイクアウトお持ち帰りもしていただけるので、うん、はいはい、あの31日まで販売ということで、この 2個買ったらボックスっていうのはまだ楽しめますか。まだ、はい、大丈夫です。お、はい、2個買ったらこうちょっとまたねアリビラさんならではのボックスもついてくるということなので、ぜひそちらもねあの自分用と誰かのね、はい、お土産用ということで購入いただければなと思いますよ、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあそして他にも、食情報ございますね。はい、そうですね、ランチ、うん、はい、カジュアルランチバイキング花々での、はい、あのバイキングなんですけれども、うん、3月は、和食メインでご用意しておりまして、うん、はい、花見いなり寿司や、牛すき焼きなどがお楽しみいただけます。はいはいはい、はい、モチーフにして、カジュアルビュッフェ花花さんは、まあ、もう本当に数多くあるビュッフェスタイル、ビュッフェメニューの中にそういう季節ごとの、ね、はい、テーマを取り入れてるということなんですけど、ちょうど今ね春休みですから、そうですね、うん、新年度目前にして、はい、おそらく皆さんねあの家族でちょっと出かけようかなんていうこともあると思いますけど、うんうん、いい機会ですね。そうですね、うんうん、あと4月からちょっと花々のバイキングが変わりまして、平日はスイーツが、はいはい、あの充実することになりました。あ、嬉しいですね。スイーツ約15種類用意します。もともとなんかすごい豊富じゃないですか、うん、 そうですね、それがさらに増えるんですか。さらに実演、うんうん、あのチェリージュビレってあのチェリーと、はいはい、ブランデーだったかな、はいはいはい、あの温めて、うんうん、アルコール飛ばして、うんうん、アイスクリームの上にかけて食べる。うわ、美味しそう。とっても美味しい美味しデザート。もうこれはね4月からまたじゃ楽しみいただけるということで、はい、3月バージョンとでまた新しく変わるバージョンと皆さんそれぞれね、うん、お時間ある方立ち会ってください。よろしくお願いします。はい、あとその後にはぜひあのトレジャーハンティング、アリビラのトレジャーハンティングに挑戦していただきたいんですけれども、はい、メニューがですね今7種類かな、7種類のコースがありまして、はいはいはい、はい、簡単なのから難しいのまで、お、レベルがあるんですね。はい、なるほど。こちらねアクティビティで皆さんどなたでも、ご参加いただけるものとなっているんですけど、はい、トレジャーハンティング宝探しですね。宝探しですね。はい、で羅針盤に秘められた謎を解き明かせっていう5つのコースがあるんですけども、うんうん、はい、この5つのコースを全部クリアしていただくと、特別な、はいはい、なんていうの、トレジャーハンティングの、はい、なんか証書ってことですか。そうそう、レジェンドハンターっていう称号が、認定証がいただけるんですね。称号がいただけて、また別の記念品が、うんうん、特別な記念品がもらえるという。こちらね、毎月ですかね、レジェンドハンターのこのまたその中でもっていう方をこう決めて
アリビラさんのホームページにも名前もね掲載されていたりだとかで、うんうん、ちょっとこれは楽しいですよね。そうですね、うん、県内の方でも、はい、毎回一つ挑戦して行かれる方がいらっしゃったみたいで、はいはいはい、解けなかったら悔しいからまた来ますみたいなので挑戦していた方がいらっしゃったみたい。噂に聞くとね、まあ、レベル分けはいろいろあっても案外難しいというのをね聞いて、こう解きがいがあるみたいですね、うん、本当に。でスタッフが、うん、アリビラのスタッフが問題も作って、うん、ストーリーも作ってるので、あストーリー仕立てにもなってるんですね。ストーリーが、はい、あーいいですね、うん、これってちなみに沖縄に関することだとかアリビラに関することなんですか。そうですね、アリビラに関することが多いですね、うんはいはい、なるほど、うん、じゃあこのアクティビティを通して、まあ、アリビラマスターにも近づけると。そうですねアリビラの館内を、はいはい、こう歩き回って謎を解いていっていただくので、はいはい、なるほど、はい、なるほど。こちらね参加していただきたいんです。4月からはまたちょっとこう内容が変わると。そうですね、4月末からの予定なんですけど、ええ、続トレジャーハンティングみたいな続トレジャーハンティングで新しく今作成中と聞いております。うんうん、おどういった内容がねまたこう加えられるのかっていうのも注目したいところなんですけれども、はい、なので今の、うん、コースは、うん、あと1ヶ月ぐらいになると思うので。確かに、はい、ぜひこの機会に、はい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 、挑戦していただきたいと思います。うん、本当そうですね。この、まあ、今ね先ほどもお伝えしましたけど、こういうお休みの期間を利用してっていうのもねいいと思います。親子でだとか、うん、大人でもねご友人同士でね、このちょっと今日はホテルを楽しむ観光にしようかなんてことでアクティビティを取り入れてもいいと思いますけど、こちらご予約だとか、はい、かかる、まあ、どのぐらいの時間で楽しめるのかというのを教えていただけますか。はい、ですね、1コース2000円でお楽しみいただけまして、はい、人数は何名で挑戦していただいても、はいはいはい、2000円になります。うん、はい、じゃあ大勢がお得ですね。大勢、はい、そうですね、でも大体4名ぐらいの、うん、が回りやすかったりしますか。そうですね、はい、時間はですね、はい、1時間のコースから、90分1時間半のコースですとか、はいはい、その問題によってまた、うんうん、制限時間が変わってくるんですけれども、うんうん、はい、ランチしてトレジャーハンティングして1日遊べると思いますので、うん、いいですね、はい、これって予約は、あ、予約は特に大丈夫なんですね。ないです、はい、なるほど。フロントさんの方にですかね声かけていただければ、エデュテイメントルームという、はいはい、フロントの会ロビー階から1階降りて、いただくと、はいはい、エデュテイメントルームというところがあるんですけれども、はい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 、そちらで受付を、なるほど、はい、させていただいてます。その場でできるということで、はいはい、これねまたさらにさらに、内容ね盛りだくさんになる、トレジャーハンティング、ぜひ地域の方ももちろん観光にいらしているあなたもね、ホテルに行くアリビラの方に遊びに行った際にはぜひ挑戦してみてください。はい、さあもう時間があっという間になりました最後にですね、谷津久さんからまたラジオ聞いてる皆様、観光にいらしてる方にメッセージをよろしくお願いします。はい、ぜひ非日常的なアリビラに、うん、はい、一度お越しいただければ嬉しいです。はい、そうです、キーワード非日常をね、うん、楽しみいただける場所となっております。はい、ということで、毎週木曜日この時間はホテル日光アリビラさんの情報をお届けしました。マーケティング課の谷津久さんでした。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。Thank you.
オカマバーを経営してるアキナです。私のお客さん、酒を飲むと泣いてしまう人が多くて、でもそんな時に私紹介するの、観光情報番組読谷ラジオを聞いてねって。するとね、お客さんは帰り際みんな笑顔になるの。あなたも観光情報番組読谷ラジオを聞くのよ。オカマのアキナでした。さあ、お届けいたしました、お届けいたしております、観光情報番組読谷ラジオ。 CM 明けて時刻は9時48分となりましたね。先ほどは明日が誕生日の、谷継さんを、ね、迎えてアリビラ情報をお届けいたしました。あのチラショコラ、ね、紹介ありましたけれども、私本当に皆様におすすめの一品となっております。あの実はね、プレスのね、取材で、お邪魔させていただいた際にケーキ、私もね実は食べさせていただいたんですけれども、美味しかったよ本当に。私がですね、個人的にミルクチョコがそこまでたくさんは食べきれないんですけど、ダークがどちらかというと好きで、でそういうダーク好き、ビター好きの方にもとてもいいと思います。で、本当に青森が効いていて、本当に大人のスイーツという感じでございました。なのでね、ぜひ気になるという方、3月31日火曜日まで、アリビラの中の、ラウンジアリアカラで楽しめるということでございます。アリアカラさんはですね、中で何でしたっけ、ブックセットっていうんですかね、要はいろんなセットがあるんですよね、スイーツセットだったりだとか。でブックセットっていうのがね、私噂で聞いてちょっと気になっているんですけれども、ちょっと今度それもまたねリサーチしてみたいなと思っております。ホテル日光アリビラ、読谷村のギマという地域にございます。電話番号をお伝えしておきましょう。電話番号が 098-982-9111、 098-982-9111 となっております。ホームページに加えて、また詳しい内容を知りたいという方はぜひ直接お問い合わせください。いただいております、ありがとうございます。なんと、私もね先ほどカメラに向かって手を振ったわけなんですけれども、福島県郡山、いつも気持ちは読谷中さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。さあ、あゆみちゃん見ています、聞いていますということで、読谷村内ぐるぐる回って大鳥バスで観光しようと思いルートマップ見たのですが、赤インコはどこで降りたらいいんですかと、教えてあやみちゃんと、あやみティアン、メッセージいただきました、ありがとうございます。はい、赤インコ、そうだな、どこで降りた方がいいんだろう。あっちですね、ソベという地域なんですけれども、うん、バス停のね詳しい名前、これちょっと私の宿題にしていいですか、ありがとうございます。大鳥バスのルート、調べて明日明後日次私が担当の時に、いつも気持ちは読谷中さんにお知らせします。あちょっと分かりそう、ちょっと待っててくださいね。はい、メッセージありがとうございます。大鳥バスといえば読谷村内の、あありがとうございます、もうねもう嬉しい、スタッフの、マネージャーみゆきさんが教えていただきました。ソベの入り口という、ソベ入り口というバス停で降りたら、
赤インコ宮に行けるそうですありがとうございます。いつもね気持ちは読谷村さん、ぜひ今度読谷村に来た際は村内を走る、ピンク色の、ね、ラッキーカラーハッピーカラーの大鳥バスをね活用していただいて、ソベ入り口で降りて赤インコ宮楽しんでいただきたいと思います。赤インコ宮はですね、まあ、沖縄の、ね、音色といえば三線、その三線の、始祖が祀られている場所となっております。あの、まあ、右岸所みたいな、ね雰囲気で、見る感じになるんですけれども、その周辺またあのお店だとか、ありますので、こう散歩がてらね立ち寄るのもいいんじゃないかなと思いますよ。メッセージありがとうございました。さあということでお届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、いかがでしたでしょうか。ホテル日光アリビラさんもぜひ皆さん立ち寄っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りいたしました。また明日9時にお耳にかかりたいと思います。ぜひユーストリームでもね合わせてご覧になってください。では皆様、今日はね外がちょっと風が強いようですよ、指など挟まれないようにね気をつけていただきたいと思います。では本日も沖縄の観光を楽しみつつ、ここ読谷村でお待ちしております。また明日ね。